さあ、本日のゲストは福田しおりさんです。よろしくお願いします。生徒です。はい、今武蔵野音大の大学4年生なの で、 あの受験の時にねうちに通ってくれて、そこから音大に行きまして、今いろいろとあの事務作業手伝ってもらったりとか、あと楽器運んでもらったりとか、ね、今も大変暑い中どうもありがとうございました。本当にカホ持ってる1個だけ持ってます。持ってたかどんなカホをお持ちで。両面あるやつ。あ、リバーシブルタイプ、はい、要は普通に表にはスナッピーが入ってこうスネアみたいな音があって、はい、裏は本当に木を叩いたようなポコポコした音があるんです。そんなですね、福田しおりさんにですね、はい、ちょっとおすすめしたい本がありまして、それがこちらドン、はい、ということで斉藤群馬のあがれ花本、かわいいでしょで、軽いから持ってみる。軽いっしょ。ミニ花本ってあるじゃん、使ってる人の大体の悩みが、やっぱ北京と出ねえんだよなっていう。あ、これこのサイズでは最大音量が出るそうです。え、最大音量マジ、これ大丈夫かマイク普通のカホン並みに出るでしょ。やばいです、まあ、マイクもここからつなげるし、うん、というので、まあ、どうかなと思いまして、あとここ木が丸く削ってあって手が痛くならないで、普通のカホンよりもかなり丸みを帯びてるから、ね、痛くならないっていうのと、はい、あとこの木の材質がすごい柔らかいものを使ってるんだって。だから普通に叩いててもその手がさ青たんできたりとかするじゃん、はい、カホンって。そういうのがまあ初心者でもしづらいと、へ、手がしづらいと。すごい、これ初心者の人が膝に乗せてさあのリズム叩いたりとか、あとスタンド乗せてプロの人なんか叩いたり、いろんな打楽器に組み合わせたりとかもできるって。なるほど、うん、素晴らしい。素晴らしいですよね。音量も引きかからない、はい、さらにこちらお値段がですね、はい、なんとなんと1万円でございます。1万でこれはすごい。1万でこれすごいよね。すごいです。このサイズにしてはすごい音量と演奏感が出るから、ライブとかコンサートの時にカホンの音欲しいなっていう時にこれポンって持っていけばいけるんですよ。はい、しおりさん、そうなんですよということで、はい、福田しおりさん、これあのさっきね1万円って言ったんだけど、はい、要はその木のさ値段とかによって、まあ、若干変動があるんだけど、あの、まあまあ、大体1万円。今日はこのカホンを買います。え買いますか買いませんか。もうちょっと叩いてもいいですか。もうちょっと叩いてもいいですか。音大生にしたいの1万円って結構高いよね。割れて1セットも買えるしさ。そうですね、大学生に今バイトもしてるじゃん。そうですね、ね、すぐにってなるとあれなんですけど、将来的に欲しいです。じゃあしおりさん、はい、このカホン、はい、買いますか買いませんか買います。あ、買います。え、買います。マジ 今すぐだと払えないんですけど今すぐだと払えないんですけど買います。いや、欲しいです。買いますって言いましたね。言いました。福田しおりさん、カホン買いますチャレンジ成功でーす。ということで福田しおりさんにはこのあがれカホンプレゼントいたします。おめでとうございます。やった買いますって言った人にはプレゼントするっていう時、いや、マジでこれ売れる、うん、おめでとう、おめでとう。これから音大卒業していろいろ演奏とかさ、まあ他にも音楽とかやるときに、まあ中にね役立つと思うんで、ああ、ライブとかコンサートとか。ちなみにね、他のカホンもあって、ああ、ちょっとそれだけ見せて終わりにしますね。これすごくない？かっこいい。かっこいい。かっこよって感じ。ケルカホンで模様がねこう削ってあって、すんごいおしゃれな演奏に特化してるやつだから結構ずっしりしてる。さらにね、このね、面白いね、このホール、ほら、わかるから、普通のカホン持ってる人だったらおーって思うと思うんですけど、このホールの深さね、斉藤群馬のカホンってすごくこう、音量感を気にしてて、やっぱり普通のカホンでももっと音量欲しいっていう人が大学生で多いんだって。大きい音も出るし、低音のこのバスドラム感、これやばいよ。ちょっといいよ、叩いていい、はい、俺持ってるから。おー、すごいね、この響き感が。これなかなかないよね。こちらがですね、約4万円。これ持ってたらちょっと自慢できるよね。そう、映える。映えですよ、これ。これが、とにかく
爆音が出る。とにかく爆音が出るってことと、音量感とか響き感を扉がついてて自分で自由にスイッチで。でこのホールがさらに深いでしょ。ここめちゃくちゃ深いんですよ。でこの扉を、まあ、閉めるとさ中でこもるし、はい、開けると外にバンって出てる。でさらにこことサイドにもう一個あるんですね。だ例えば片方閉じて、はいはい、あの音の方向性をやることもできるし、両方開けてとにかく爆音で全部鳴らすとか、あとマイク使う時もどっちにマイク立てるかとかでコントロールできるって超マニアックなの。こちらがなんとお値段約20万円でございます。やばくないこの音、これ動画でね伝わるか分かんないんだけど、すごいよね。すごいですね。じゃあ志村さん、はい、これ買いますか、買いませんか。それ買えないです。ということで、本日は、大学4年生お元生徒でうちの事務スタッフ福田志村さんにお越しいただきまして、アガレカホンハイマスチャレンジ成功ということで、これから本当に使ってください、はい、ありがとうございます。めっちゃ使います。いやー嬉しい、生徒にかこれ成功したのすごい嬉しい。あ、本当ですね。ということで、長くないそこの届けたと福田しおりでした。ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。